今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。嫌われるなら、愛した人に憎まれるなら、そうなる前に僕の方から嫌った僕だった。だけどいつかは誰かを求め、愛されたいとそう望むなら、そうなる前に僕の方から愛してみてよと。君があまりにも綺麗に泣くから、僕は買いにどのご家庭にも一つは用意していただきたい。これ買わないではない、嘘ではない、驚くべき効果を発揮します。新しい自分に出会えます。ただ中毒性がございます。用法用量をお守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこそ君のクローンが成功した時でも、だって君は世界初の肉眼で確認できる愛、地上で唯一出会える神様。誰も端っこで泣かないようにと、君は地球を丸くしたんだろう。だから君に会えないと僕は罪を探して泣く泣く。誰も命無駄にしないようにと、君は命に終わりつくんだよ。だから君がいないその時は僕は息を止めます。するとね、君はいつでもここに来てくれたのに、もうここにの死を待つ自殺志願者に、3分前の僕がまた顔を出す。息を止めると心があったよ、そこを開くと君がいたんだよ。さしんぼうに君がいるなら問題はないないないよね。2秒前までの自殺志願者を君は永久クローン者に変えてくれた。そんな君はもういな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 いけど、この心臓に君がいるんだよ。全身に無気脈を打つんだよ。今日も生きて、今日も生きて、そして今のままでいてと、白血球赤血球その他諸々の愛を僕に送れ。